三姉妹の健康トライアングル。はい、今日も始まりました体型堂三姉妹の健康トライアングル。長女まりこです。リザリエです。三女さくらです。よろしくお願いします。今日のお悩みメールは、最近イライラが止まりません、どうしたらイライラしなくなりますかというようなご質問です。はい、辛いですね、イライラは辛いですね。まあ一番はカルシウムとか、そうね、カルシウム不足もあるし、あと貧血、原因としてカルシウム不足であったり貧血だったり寝不足、血の滞り、気の滞り、はい、その辺ですね。はい、強いストレス、そうですよね、はい、特に春先、ね、春が、イライラしやすいと言われてます。肝臓の機能が弱ってる方もイライラしやすいです。で特に春が一番辛い季節となってきます。でもともと疎節って言うんですけど、肝臓が伸び伸びできてないとっていうんですけど、そう、もともと生まれつきにやっぱりどっかの臓器が弱いって方もいらっしゃるので、そうすると肝臓、目とか、そういう臓器が危険な場所になって、肝臓は木が伸び伸びいられるように、そよそよこうなってるように、葉っぱがね揺らいでいるようにいられると肝臓が楽なので、早く寝ることと、それから肝臓を補うような少し自由に羽ばたけるような漢方があるので、そういう表現をするんだよね、漢方ってね。そうです。だからそういうのを目的にした漢方薬っていうのがありますよね、それをまず飲んでみると、醤油カリとか、醤油カリ、はい、カリ醤油さんって世の中で飲んでる方多いんですけど、汁に母かな、チモっていう生薬が結構体冷やしちゃうんですよ。だから女性の方が長期で飲むとちょっと冷えたり、そう、下痢で困ってる人いたよ。そうでしょ、病院から出るのはカリ醤油さんしかないんだよね。どんどん冷えてっちゃって、もう水曜日みたいな、でも、これ飲まなきゃみたいな、醤油さえすればいいのになって。醤油カリ、そうですね、カリ、それで漢方薬局を紹介して多分行ってます。なるほど、どうしても病院で出る漢方って少ないので、煎じとかでね出されてる先生はそういう血も抜いて出すっていう、そういう調節ができるんですけど、なかなかそういう欠点もあるので、醤油カリとかだと長く安心して飲んでいただけたりとかするものもあるし、それこそ酸化硫黄ボレートとかね、そういうものもあるし、人によって。でも胃の機能はやっぱり必ず見なきゃいけないので、胃の状態がどうあるか、それによってやっぱり選ぶ漢方が変わってくるので、イライラはもう醤油カリとか1日3回飲むと大体の方が収まって、もう頓服でいいとか、もうなくて大丈夫までなります。更年期もイライラするじゃん。更年期っていうのは気滞と貧血と両方ある感じ、イメージ。そうだし、もうホルモン関係してくる、そうなので、補人、人を補うようなものをベースに入れて、そこがベースでそういう肝の疎節を良くしたりとかっていう、はい、だからやっぱ補人はベースです、ベースなんだ、そう。更年期でホルモン のバランスが悪くなってくると、極端にカルシウム不足になりますので、余計にイライラするっていうのはあるから。そうだよね、カルシウムも一緒に補給しないと、そのまま放置しておくとね、骨粗しょう症とか。そうだよね、だから産前産後、そう、カルシウム、あ、そう、そうですね。あとはイライラする原因として、活性酸素が、たくさんになってしまったっていうのもありますから、活性酸素をうまく除去するために抗酸化物質とかね、しっかり取られる。そうだから、うちのバース、ルイボスティーって抗酸化力強いので、しかもレッドルイボスっていうね、普通のルイボスとは違う貴重なルイボスティーになりますので、毎日何かしら飲むじゃない、水なのかお湯なのか、何かのお茶なのか、紅茶なのかコーヒーなのか、それをやっぱりバースにしてみると、抗酸化に対してストレスに対してもおすすめです、おすすめなお茶ですね、あります。
あと体の中で活性酸素を除去するために絶対に不可欠なのが亜鉛とか鉄とか銅とかセレン、マグネシウム、マンガンとかっていうミネラル類になってきますので、まずミネラルが不足しているとイライラの原因になっている活性酸素っていうのがたまりにたまってですね、なかなかうまいこと除去できないことがありますので、そういう場合にしっかりとミネラルを補給するだけでも変わってくる方もいらっしゃいますので、まあ、そういう方はオイスタープラスとかを飲んでいただくといいかなと思います、はい、あと普段出汁を取っていただいてね。そうですね、昆布とか、煮干しとか、そうそうそう、あれを取り除かないで、捨てないで食べていただきたいですね。食べふりかけとか、そう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 、作ってね食べてもらうといいかなと思いますね、はい、ということでこれから春になると木の芽時といって、どん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 こう緑のものが芽吹いてくるけれども、私たち の体もですね、わーって気が上に行って、でこっちがモヤモヤしたりしてイライラしたりとかすることが多くなる時期になります。そういう方は今言ったようなもちろん漢方とかカルシウムとかミネラルとか、あとはバース、ルイボスティーとかそういうものを上手に使って気持ちのいいね春をね迎えていただきたいなと思います。何かご相談あります方は漢方薬局、ご相談お電話でも LINE、でもメールでも、お問い合わせフォームからでも何でもいいので、気軽にご相談ください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。またねー。